スビプダグルとメングロズ、フヨルスビーズルの言葉とは、コノルド語の詩である。放題としては他に、フヨルスビズの言葉、フヨルスビズの歌、フヨルスビドのバラードなどがある。後にもう一つの詩、グローアの呪文歌と共に、スビプダグルの言葉という一本の詩にまとめられた。この詩は最も後期になってから作られた、エッダ詩の一つとみなされている。それにもかかわらず、 不可解な部分が存在し、また破損したスタンザも複数存在しているという。この物語の前段にあたるグローアの呪文家の中で、スビプダグルは自身に冷たく当たる義母から受けた命令をやり遂げる。ために不思議な力を持っていた亡き母グローアの助力を得た。フヨルスビーズルの言葉は、スビプダグルが山の頂上にある城にたどり着くところから始まる。門番を務めていた巨人。 フヨルスビーズルは彼を追いやろうとし、名前を聞き出そうとするが、スビプダグルは巧みに真の名前を隠しつつ答える。スビプダグルは、フヨルスビーズルとの問答の中で、求める女性、メングローズが、目の前の城の中におり、そしてその城には誰一人として入ることが、できないようになっているのを知る。彼女を救うとされている一人の男、スビプダグルを除いては、そこに至って彼は、 自身の名を明かし、扉は開かれ、メングロズは彼を歓待する。フヨルスビーズルの言葉は、グロアの呪文家とともに17世紀の紙写本から発見された。3つ以上の写本では、その収録順は内容とは逆となっており、また間にヒュンドラの歌が挟まっていた。写本のスキャン画像を公開するサイト、セイグナネットイズの分類検索によると、 この詩が収められている写本として、などがあるという。このうち最も古い写本である LBS1562-42 では、各詩編に番号が振られていたが、35番がフヨルスビーズルの言葉、36番がヒュンドラの歌、37番がグロアの呪文歌となっていた。1854年になってスベン・グルントビは、グロアの呪文歌と中世スカンディナビアのバラット。 若きスベイダルの前半部分との間に関連性が認められることを指摘した。それを受け、1856年に、ソーフスブッケは、フォーハンドリンガーアイビデンスコップスセルスカベットアイ、クリスチャーニア、アー1860に寄稿した、論文、カービンデルソンメロムでノーニーディーグダグラゴルドは OG ーー、フュールズビンスメルアプリストベドサモンライニングメドデン、ダンスク。 スウェンスカ・ホーキワイズ・オ結ム・スフェイドルの中で、バラットの残りの部分が、フヨルスビーズルの言葉に相当することを解き明かし、この二つの詩をまとめて、スビプダグルの言葉と呼んだ。この題名は、後世の研究者にも受け入れられている。ありがとうございます。